ただいまより株式会社稲垣金型製作所稲垣武博様よりご講演いただきます。それでは稲垣様、よろしくお願いいたします。こんにちは。ありがとうございます。新価値創造展もですね、今日で最終日となりました。ここ出展者プレゼンテーションのステージはですね、株式会社稲垣金型製作所によります高高度金型による射出成形金型の長寿命化への挑戦というテーマでこちらお話しさせていただきます。約10分間の間になりますが、よろしくお願いいたします。まずはじめに本日スピーカーを務めさせていただきますのは株式会社稲垣金型製作所代表取締役社長、私稲垣武博と申します。当社でございますが、創業昭和22年のですね、70年以上の歴史がある会社でございます。私ですが、平成30年8月1日より3代目の代表取締役を引き継ぎました。約1年ちょっとですね、まだまだ、これからでございます。座右の銘はアンテナは高く腰は低くということで、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。本日のプレゼンテーションの概要を簡単にご説明させていただきます。本日はですね、いろいろなお客様がいらっしゃいますので、ゼロから分かる金型の話をさせていただきます。今から約10分弊社の説明歴史を通じてですね、金型の歴史、そして現在が分かり、さらにこれからの製造業の未来に役に立つであろう弊社の最新の金型技術をご紹介させていただきます。プレゼンをですね、お聞きいただいた後に、会社に戻ってですね、誰かに話したくなるようなそんな内容にしたいと思っています。では早速ですが、まずは弊社の製造している金型とは何か、いろんなお客様がいますんでね、金型とは何か、金型とはですね、言葉で言うとちょっと難しいんですけれども、金属製の型枠にドロドロに溶けた樹脂を流し込んだり、金属の板を曲げたり打ち抜いたりして、作る道具です。自動車の、家電製品ですとか、金型で作った部品でできておりまして、社会では、あまり知られておりませんけれども、技術の詰まった、製造業を支えるとても重要なツールなんですって、これだけ言うと、ね、何かわからないんですけど、具体的に分かりやすい例を言いますとですね、タイヤ機器、これ金型の縮図ですね。上型と下型とあって、樹脂の代わりに、ね、こう生地を入れてあんこをインサートしてなんて、そういうのがタイヤ機器でございます。これだけだとちょっと、分かりにくいんですね。さらにちょっとイメージが湧くようにですね、金型、弊社の作っている金型がどんなものかというのをですね、動画でちょっと見ていただきたいと思います。これは昭和にできた金型で、昭和、平成、そして令和の時代に至るまで現在も生産中の金型でございます。物的にはですね、このぐらいの大きさのものでございます。この側ですね、先ほどの、この部品じゃなくて、その動いてる方、機械の方を作っている会社でございますので、よろしくお願いいたします。今はですね、こういう雑貨物ではなくて自動車用の、内外装の部品が多い会社でございます。静岡県の静岡市、駿河区、ここって書いてありますけど、大体静岡のほんと真ん中辺ですね、そちらの方に位置しております。ロケーション的に言いますと、大体新幹線の静岡駅でタクシーで10分ぐらいと、立地にございます。で続きましてですね、金型業界の特徴を3つほどお話しさせていただきたいと思います。まず1点目、10万人1万社、こういう言葉が、ね、金型業界言われてきたんですけれども、大体10万人1万社というと平均10人だって10人以下の会社さんが、1万社あるよと、非常にこう人数がですね、5人以下とか3人ぐらいでやっていると、少ない人数で、回している、そういう業界だと思っていただければいいかなと思っております。2点目としまして、基本一品料理、金型は作り置きができませんというのはですね、お客様の、こういう、金型が欲しいよというものに対して金型を作るのであって、同じ金型を
たくさん打つので、まあ、2、3個作ってほしいというのはあるところもありますけれども、まあ、基本的には一品料理というためが効かない製品でございます。で3点目に下請け体質、これを言うとちょっとどうかなと思うんですけれども、やっぱりお客様あっての金型会社ですので、どうしても、まあ、言い方あれですけれども、まあ、仕事をもらういただく方という座右の銘にもありますけれども、アンテナは高く腰は低く仕事をいただいていきますと、稲垣金型でございます。よろしくお願いいたします。で続いて、弊社の歴史、1980年代はですね、プラモデルで全盛期でございました。私どもに限らずですね、金型会社儲かっている時代でございました。当社のお客様のイメージで言いますと、まあ、うちの仕事をやってほしいからよそには行かないでください、まあ本当にこうね、なんで金型メーカー儲かってんだよ、いやそんなこと言うなよ、頑張って働いてるんだから何が悪いんだよ、まあ、そういうお客様との多少のぶつかり合いもあったような、まあ、そういう時代でございました。90年代になりますとですね、ちょっと状況が変わってきます。NC の工作機械ですね、今までの職人の人が図面を見ながら加工していたのをコンピューターで加工するようになったりとかですね、CAD で図面作成、これもコンピューターで、ね、データを作成できるようになりました。でインターネットの普及、遠隔地でデータのやり取りが可能になりました。これによってですね、製造業の海外進出が加速してきました。仕事を出していてくれたまあ、お客様もですね、海外進出に伴って金型費を抑えたい、現地の金型メーカーを探すわけですね。ただ当時はですね、今ほど情報が集めやすかったわけではないので、なかなかうまくいきません。このメーカーは、ちょっと納期守らないと、このメーカーは、品質が悪いなと、このメーカーは何が悪いなと、こっちだろこっちだろこっちだろと、こうドラえもんの猫のポケットの中から道具出すみたいな、そういうなってくるんですけど、こうあったって瞬間が出てきたのがこの1990年代でございます。経済のグローバル化や産業の空洞化に対して、まあ、影響を受ける弊社を含む金型メーカーですけれども、先ほどとイメージが変わりました。当時のお客様のイメージは、どうぞ他営業行ってくださいよと、まあ、営業行ってくれてね、会社に生き残ってもらわないと潰れられたら困るからと、まあまあ、そんな状況で2000年代になりますと、先ほど の10万人1万社という話を申し上げましたが、1万社が、ね、こう7000社ぐらいになってしまっているというですね、親会社は体力があるから海外に行けるけど、まあ、10人以下の小さい会社がほとんどで、まあ、そんなところに、ね、一緒に、ね、海外行きませんかみたいな、そんな話を、ね、いただくこともあるかもしれませんけど、ね、そんな人もいないのに独自で海外進出なんてできるわけないだろうっていう、そういう時代でございました。まあ、今でいうとですね、大体2017年で8万5000人7000社ぐらいになっております。で2008年リーマンショック、何かに挑戦しなければ生き残れない時代になりました。で、そこでですね、弊社が挑戦したのが、これからが本題でございます。プラスチック成形長寿命へのフランティア、高高度金型、これですね、展示しておりますので、ぜひ愛の185ブースに来ていただきたいと思うんですけれども、何かに挑戦しなければ生き残れない時代になりました。お客様に対する自社ならではの価値は何だろう、考えたときにですね、日本の金型メーカーとして海外との競争の中で、日本の高性能な工作機械、製作工具、金型材料を活用してお客様のお役に立てる分野を作ること、そしてその時出てきた課題が樹脂部品へ変換し、まあ、軽量化したいというですね、自動車部品の、メーカー様が出てきました。まあ、軽量化でですね、樹脂になると多機能になります。その結果ですね、金属から樹脂に、まあ、こういう流れが、まあ、課題として、分かってくるようになりました。そんな中ですね、弊社が、よく使っている材料というのは、まあ、プリハードン鋼ですね。硬さでいうと、HRC の、まあまあ、40クラスぐらいまでかなと。そんな中ですね、それですと金型を先ほど の樹脂 の金属から樹脂になると、どうしてもガラスファイバー入りですとか硬い樹脂 の金型を作らなければいけないと。今までと同じ金型ですと寿命が持たない、 PL がへたれてしまうと。それに対してこの40から60グラスの、この高高度材の金型で金型ができれば
武器になるのではと考えました。加えて最近の流れとしましてですね、機械メーカー、硬い材料を削れる高性能の機械が出てきました。工具メーカー様は硬い材料を削れる高性能のカッター、そして材料メーカー様は硬い材料だけど切削性のいい材料、市木さんの流れをプラスして金型メーカーの努力で高い成形性を持つ金型を生み出すことができるのでは、その流れでですね、高硬度材×高精度切削イコール高成形性長寿命の金型を今弊社で取り組んでおります。まあ、ちょっといろいろね細かい内容を書いてあるんですけれども、要するに高硬度だから現状の鋼材の限界を超えた耐摩耗性耐強度の金型を提供できる、今まで10万ショットだった金型も高硬度で100万ショットにチャレンジと、そういうテーマで行っております。最後にですね、高硬度金型の特徴を3つご紹介させていただきます。まず1つ目、精度よし。これはですね、私どもが今まで取り組んでおりました樹脂金型の精度を高硬度になったからといってその精度が落ちるものではありません。現状の精度をそのまま実現することができます。そして耐久性よし。摩耗が進みやすいですね、ゲート口にも効果的です。長寿命の金型を実現できます。そしてこれが一番ですかね、熱処理した後に加工しますんでね、熱処理後の変形が心配ありません。金型も、ね、熱処理した後ですね、そのまま加工しますんで、後からですね寸法が来ることがないというのが売りでございます。そろそろ、ね、まとめに入りたいと思います。我々稲垣金型製作所ですが、樹脂成形に関わる価値の提供、そして夢を売るために一緒に成長できるお客様と取り組みたいと思っております。そろそろ時間が来ました。ご清聴ありがとうございました。